兄さん、今日はどうしたんでしょうか？今日は占いではなく、占い師という職業について聞きたいと思います。何でも聞いてください。というのは、これから占い師を目指そうという人もいるかと思います。でも大きな疑問が、どうやったら占い師になれるのですか？アポロさんの場合は、一度に質問いきますか。とりあえず一通りね、じゃあ聞いておきましょう。どうやってなったの？それから、とりあえずその辺からいきますか。どうぞ、どうぞっていきなり振られても。じゃあ、どうやってたら占い師になれるのですかというところからいきますか。そうですね、占い師もまあいろいろですけどもね、とりあえず占いというからには何か占いの技術がないとねダメだと思うけどね。私の場合はタロット占い師なので、タロット占いを少し勉強してね、占い方を身につけて、あと何かあるかな。占い師になりたいという、そういう気持ちで、気持ちさえあればできるのかな。資格はいらないと思います。まあ、それなりの知識があればできるんじゃないかな。学校もありますよね。学校行って勉強してる人もいます。そういうちゃんとした学校もあるし、まあ、ちゃんとというかね、本格的にやってるような学校もあるし、占い教室みたいなのはね、もうね、いろんなところにたくさんあるみたいだしね、そういうところで勉強している人もたくさんいます。私の場合はもう、全くの独学ですね。全くといっても、いろんな本屋さんで売ってるね、普通の本を、タロット占いの解説書なんかをね、見て、勉強したぐらいで、特別に何かすごい勉強したわけでもないんだけどね。まあ、自分で本を読んで勉強したというそれだけのことで、どっかに占い教室とかね、占い学校みたいなところに行って勉強したりは私はしてないんですけどもね。まあ、でも本当のこと言うと、そういうところで勉強したかったというのはちょっとありますけどね。ちゃんと勉強しておいた方がなんか安心っていうのもあるしね。やっぱり、誰かこうね、占い師になりたいとかってね、占い勉強したいっていう人がいたら、ちゃんと教えてくれるところに行ってみるのもいいんじゃないかなというふうに、そういうふうに思うけどね。そういうふうに、どっか占い教室行ったらどうですかとかね、おすすめしたりはたまにすることありますけどね。逆に私のところに来て、ね、教えてくださいって言われてもちょっと困ってしまうので、やっぱりちゃんと教えてくれるところに行って占いを勉強するのがいいんじゃないかな。独学では分かりました。その後どうやって占い師として確立したのですか？確立というのは、占い師だって自分で言ったとしても、そうですね。なかなかお客さん来ないでしょう。その通りです。そこは私もね、まあ、あんまり自信を持って言えることじゃないし、やっぱり自称占い師と言ってもね、それで簡単に信用してもらえるかっていうのは、
確かにあると思うしね、なかなかうまくいかないと思います。やっぱりまあね何だろう、私のことはともかく、やっぱり人にね、聞かれたらやっぱりどうなんだろうね、占い師さんね、占い師さんをたくさん雇ってるようなそういう業者さんみたいなところ、なんていうの、占い屋さんですよ、そういうところに雇ってもらってやるのが安定していっていいんじゃないかなって気はするけどね、私はそうじゃないのでちょっと、ね、説得力がないというか、私が言ってもしょうがないんだけどね、そういうこと、まあ私の場合その、まあ、あくまで私の場合はですけどね、もともと最初からインターネットで始めたのがずいぶん前なんだけどね、十数年前で、その頃はまあちょっとね物珍しいっていうのがあって、占いやってれば結構ね人が集まってきてくれたので自然にね、それでまあ、なんていうかな確立したみたいな、そういうことになるのかな、だから、まあ、私の場合ちょっと特別だったというか、運が良かったというか、そういうことだと思うんだけど、流れに、そうですね、ちょうど流行に乗ったっていうことなのかな、流れに乗ったというか、まあでも今はあまり乗り切れてないので、あんまりうまくいってないですけど、その時占いがいいって思った、ああ私がですか、そうなんですけどね、インターネットで占いを始めたっていうのはまあね、前々から占いはやね、占いちゃんと仕事していきたいって思いがあって始めたんだけど、そうね、まあなんだろう、こういう話をした方がいいのかどうかね、まあ自分のホームページも書いてあるんだけど、阪神淡路大震災というのは何年頃でしたっけね、今からもうやっぱり十数年前だと思うんだけど、あの当時私ねたまたま兵庫県の方にいまして、実際ねその震災を経験したんですけど、まあ、その時にね、まあ、いろいろ、ね、被災地にいて、なんとかこう人のためにね役に立ちたいって思いがあったんだけれども、何もできなくてねものすごく悔しい思いしてたんですけど、たまたまね身近にいる人たちのことを私がちょっとね勉強していたタロット占いでね占ってあげたりするとものすごく喜んでくれたというかね、なんかこう心細い時にねこう話を聞いてくれる人がいて、ものすごくね助けられたっていうかね、そういうふうに言ってくれる人もいて、そうですね励みになったとかね、なんかそういうふうなねなんか反応を見ていて、あこんなふうにして人を救うこともできるんだなみたいなね、なんかそんなふうに感じて、今まではそんなね占いしようとかね占い将来やっていこうなんてことは全然考えたことなかったんだけど、本当にそれがきっかけで占いやっていこうっていう気持ちになって、ねそこからそういう道に進んでいったっていうのが私の始まりですね、最初ですね。でそれからまあねインターネットで始めた数年後なんですけども、インターネットはまあそんなにうまくいったとは思ってません私は未だに苦労してますから、インターネット以外は、まあ、今のところはまだ予定はないですね、
インターネットでやるメリットっていうのはやっぱりね、日本中あるいは世界中どこに行っても、ね、どんなに離れていっても、占うことができるという、なんかそういうメリットがあって、ね、結構私田舎の方に住んでるんだけど、ね、都会の方とか行ったら、ね、人がたくさんいてお客さんも、ね、直接来て対面で占いやすいと思うんだけど、まあ、田舎のねそんなに人がいないようなとこで開業してもお客さんなんか全然来ないっていうのはあると思うんだけどね、まあ、その点インターネットでやれば、うん、お客さんはどこにいても来てくれるから、うん、インターネットでやるっていうのはそういう意味で、メリットは大きいと思ってやってるんだけどね、うん、距離と時間が関係ない、まあそうですね、これから占い師を目指そうと思う方に一言、一言これから占い師を目指そうと思う人に一言ね、そうですか、ちょっと考えよう、何にも考えてないんだけど占い師になりたい人とかに、まあ一言じゃ全然足んないんだけどね、言いたいことはたくさんありますけど、そうね、まあ一番はやっぱり、ね、人生の主役はお客さんだという、ね、そんな感じでしょうかね、なので、ね、お客さんもう人それぞれね、違うので、まあ、いろんなね価値観だとかそういうことも違うので、そういったねお客さんの立場や価値観に合わせて、話を聞いてあげられるということが大切なんじゃないかなと、なんかそういうこと言ってもしょうがないかなん、どんなこと言ったらいいんじゃないですか、うん、いやいいんですよ別に占い師になってよかったと思うこと、良かったと思うこと、はじめに、はい、良かったと思うこと、前にそんなこと答えましたっけ？まあなんかこう一番ね、一番良かったとことだとかね、そういうふうになんか考えちゃうと何にもこうどれが一番だったとかもうね決められないから迷っちゃうんだけど、もう本当にね些細なことだよね、なんだろう、ね、占いに来てね、もうどんなことでも本当に些細なことでもね、ここでカードめくって占って最後に一言ありがとうございましたってね言ってくれる、そのね言葉がいつも嬉しいなと思うけどね、よかったなと思います、そうやってね言ってくれることが、そんな感じかな、うん、はい、はい、どういたしまして、はい、あ、まだあんの占いという職業が、うん、少しでも分かりやすく皆さんに見えたと思います、うん、はい、どういたしましてじゃあ今日はこれでおしまいということでよろしいでしょうか、はい、お疲れ様。